金梅さん、俺死ぬと思うよ、もう本当に。言う通りにしときゃいいのに。医者ってはプロだからね、何でも知ってるわけじゃん。辛くたって、ね、医者がちゃんとやってくれんだから、体辛くたって。で、治ってから退院するべきだったんだよ。だから死にそうになったんでしょ？さっきちょっとコンビニでね、金梅さんの放送見たけど。いや、治らなくても楽にはなんじゃない？で、医者がいいよっつったら退院すればいいじゃん。どうせ金なんてね、病院代に使うぐらいしかないでしょ？金梅さんも。どこも行けないんだから。金なんてね、もううなるほどあんだから。病院代いっぱい使えるんだから。他に金使わないんだから。会いに行かないのか？いや、そろそろ行かないとね。そろそろ行こう、もう。いい加減。もう死んじゃうわ。もうそろそろ行かないと。いや、会ってくれ。いや、だって、来ていいっつったよ。よっさんは、ね、俺の、ね、俺、よっさんの家もね、何回も勝手に行ったから、よっさんは来てもいいよって言ってたよ。だから大丈夫だと。トライク謝罪していこうかな。金梅さんの家。まあ、あの、金梅さんの家って俺が借りてあげたやつだからね。そんなの、なんでさ、家主みたいなもんがいけないんだよ。バカなの？お前。入れてくんないだろって。あの家俺が借りたんだからな。言わねば家主みたいなもんだよ、お前。いや、そうだよ。あれ、保証人俺だから、あの家。そんな知らないんだ。で、うちの社員だったでしょ。今日も元気なおやつさんの社員だったから。だから借りれたんだよ。うちの社員だから審査通ったんだから。ね、紙ありな、あそこ。まあでもそのぐらいからもう住んでんだもんな、ずっと。引っ越さないで。まあ引っ越せないか、審査通らないから。わかんない。もう何年になるんだろうね。7、8年前じゃない？もう借りたの。